ドン、エンゼルスは私の骨折の事実を伏せた。またサボってると批判された。球団の意図は何？長期離脱を余儀なくされているエンゼルスのレンドン三塁手が15日長い沈黙を破り驚きの事実を明かした。7月4日に左すねに自打球を受け、球団は左すねの打撲と発表してきたが、本人が自ら骨折だったと話した。球団はこのことを公表していない。すでに2ヶ月以上が経過し、今は練習を再開させている。チーム最高年俸の3800万ドル約56億円だが3年連続で長期離脱し、批判を浴びている。苛立ちはあると話した。これまでメディアの問いかけにもはぐらかし、応じなかったレンドンがなぜこのタイミングで、自らの骨折を明かしたのか不明だ。エンゼルスの対応が気に入らないのなら出ていけばいいのに。多分自分が一番わかってるやろ、アイラが言えることやない。嫌なら出てけ。いや、サボってることに変わりはないだろ。毎年終戦するとやる気なくす大谷のモチベを保つため。まあ骨折してようがしてまいがゴミやん。いや、これ球団の運情じゃね。故障してるとバレたら商品価値落ちるし。まだ商品価値があるかのような言い方。FA になるでもないし、価値が落ちたら困るのは球団なんだか温情でもなんでもないだろ。頭悪いんかお前。言うほど骨折明かされていれば許されたか。レンドン、大谷、トラウトの138億円の死刑囚がいる限りこのチームは毎年弱い。こいつ英語喋れんって逃げてたやん。骨折だろうと批判されてたと思うけど、なだ僕で復帰の期待を持たせた方がまだ優しくなるって判断じゃね。エンゼルスの残りの試合ほど興味ないものはないわ。大谷がいなくても弱い。英語喋れないからしゃあない。客と揉めたからや。そもそも球団が悪いよね。投手弱いの分かりきってたのに打つ方が盛り上がるからってレンドンと契約した。自業自得なんや全部。